皆さんこんにちは、渡辺です。今回のお客様は髪の毛のパサつき、あと白髪で頭皮ケアと前髪の生え癖矯正、これのお悩みでご来店されたお客様の、施術工程をご紹介していきたいと思います。早速ね、ビフォーの段階を見ていただきたいんですけれども、まず、毛先の部分だったりとか、あとはちょっとね、まあ、ダメージだったりとかちょっと癖もあるんですけど、それでちょっと広がってるっていうところで、でも毛先だったりとかあんまり切りたくなくて、ちょっと髪の毛を伸ばしていきたいということだったので、ヘアケア、まあトリートメントだったりとか、あと少しだけカットして髪の毛をちょっと収まりが出るようにして、でカラーリングでもね、ツヤだったりとか栄養分を入れながら入れて、ちょっとね髪の毛をツヤっと見せるように、やっていきたいと思います。あとこう根元の部分にこうね、ちょっと白髪の部分が結構ね表面の部分出てきてるんですけれども、ちょっとね画像だったりとかしたら分かりづらいかもしれないんですけど、その部分を普通に白髪染めをするのではなくて、今回はねハイライトを入れてちょっとぼかしながら、やっていきたいと思います。あと最近僕やってるんですけども、幹細胞っていうので、ちょっと細胞レベルからのねスキンケアっていうことで、髪の毛がもっとね綺麗な髪の毛、健康的な髪の毛が生えてくるだったりとか、個人的なんですけどちょっと白髪だったりとかももしかしたら変わっていくんじゃないかなっていうので、最近ちょっとね、僕が推してやってるんですけど、それをこうケアをしながらと、前髪の生え癖、ちょっとねこの前髪の生え癖がやっぱりこう割れるっていうのがやっぱ気になるってお客様だったので、そのね、生え癖もしっかりと直しながら、今回はやっていきます。まずね最初に、ブリーチを使って表面のハイライトを入れていきます。表面の部分が気になるってことだったので、まあ、全体に入れるよりも上だけがいいということだったので、鉢植え、この辺の部分から上の部分を、本当に細かくハイライトを入れていきます。なのでこう白髪の近くにこうハイライトを入れて、ちょっとぼかすような感じにしていって、ちょっとハイライト入れ終わったらこんな感じになるんですけど、ちょっとね明るいところがこう随所随所にちょっと見えてきてると思います。この上からちょっとカラーリングをのせることによって、ちょっとね白髪の部分とハイライトの部分が少しぼけるような感じで、それをちょっとねイメージしていきます。で今回は黄色みが出てるお客様だったので、まあブルーバイオレットの色味と、あとはね少しちょっとグレー寄りの色味、髪の毛ちょっと柔らかく見せたいだったりとか、ちょっとね透明感を出したいってことだったので、そういった色味を入れてやっていきます。シャンプーだったりとか、まあ、トリートメントをして、でちょっとね頭皮のマッサージをしながら上げてきて、セット名にご案内して、僕がやってるやつが幹細胞の液プラス電気針ブラシ、美容に詳しい方は皆さんご存知だと思うんですけど、どちらかといったらいつもこう肌バリアってね、あるんですけど、こう栄養分をねなんかこうお肌とかに入れたとしても、ちょっと肌バリアみたいな感じがあって、なんかね中にねこう美容成分がねちょっと浸透しなかったりとか、表面だけでこう、止まってしまったりもするんですけど、このね電気バリブラシを使うことによって、若干なんですけどこの肌バリアをちょっと弱めて、で弱めた段階でこの栄養分を入れていくっていうことをやってくれるのがこのブラシなんですけど、これをねこうちょっとやりながら全体的に栄養分を浸透させてます。で、僕大体乾かしてからカットするんですけど、まず乾かした状態でこれ見てください、皆さん表面の部分、こうハイライト入れた部分ちょっとねカラーリングをのせてやってるんですけど、ちょっとね画像だったら分かりづらいかもしれないんですけど、ね、白髪の部分とハイライトの部分が少しボケて、あんまり白髪って目立ちにくくないですか。白髪ってね普通のカラーじゃ染まらないんですけど、やっぱこう明るいのと、まあ白髪だったりとか普通のカラーだったりとかこうミックスさせることによって少しね軽減されてボケていきます。なので最近ねこう白髪染めをやるのではなくて、こんな感じでね、白髪ぼかしみたいな感じでやることが結構多いです。で、毛先の部分をカットして、でまた前髪、この部分ね割れの生え癖が結構あったりする、この部分を生え癖矯正の、まあ、僕が好きな解き方っていうハサミを使いながら生え癖矯正ができます。これをやることによってね前髪も自然な感じでちょっと降りてきてくれるので、後々カットした時に結構やりやすかったりとか、結構自然な感じでね前髪が出来上がってくれるのでおすすめで、皆さん最近ね気になってお問い合わせも結構多いので結構これやったりもします。最後にちょっとね、まあ、表面の部分だったりとか、まあ、毛先の部分を少しね動きつけたいということでちょっとスタイリングさせていただいて、
で仕上がりがこんな感じです。少しね透明感が出て柔らかい質感になって毛先の部分もねまとまりよくなってます。またちょっと時間が経ってくるとやっぱちょっとパサつきが出てきたりもするので、次回は髪質改善のトリートメントをやりたいということだったので、そのご予約を取って帰っていただきました。今回はね、髪の毛伸ばしたいっていうのと、髪の毛のねパサつきだったりとか、あとはこう白髪だったりとか、あと頭皮ケアと前髪の割れを改善したいってことだったんですけど、このパサつきをちょっと直していったりとか、癖をちょっと収めていくんだったら、個人的にはね、まあ髪質改善だったりとか、まあそういった部分やっていった方が今後伸ばしていくときには結構ねいいんじゃないかということで、ご提案させていただいて、なのでまあ次回はこの、髪質改善をやりながら、今後ねこのお客様の髪の毛をきれいにしていきたいと思いますので、今回はねこんな感じでちょっと仕上げてさせていただいたんですけど、次回はねまた1ヶ月後に、髪質改善をご来店されて、また YouTube だったりとかでね、このお客様の髪質の、がどういう風に変わっていくかっていうことをまたねご紹介していきたいと思いますので、皆さんよかったら、楽しみにしててください。ご質問だったりとか、まあ、予約のお問い合わせだったりとかは、まあ、Instagram の DM でも大丈夫ですし、僕のね LINE だったりとか、あとはメールだったりとか、そういった部分のフォームもありますので、よかったらね、そちらからお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。